11月25日水曜日、大津市議会議場で12月22日火曜日までの28日間を審議期間とする11月通常会議が開会しました。冒頭、市長による議案の提案説明が行われ、 市民センター窓口受付システム等導入経費や高齢者施設等入所予定者のうち検査希望者に対する PCR 等検査の助成経費公共施設のトイレ手洗い場衛生対策経費などを計上した一般会計補正予算案など計27議案が提出されました。 提出された議案のうち令和2年の人事院勧告等を踏まえ大津市の一般職の職員、任期付き職員および会計年度任用職員の給与改定を行う議案第147号および議案第148号に対して1名の議員が質疑を行いました。そして、委員会での審議、 本会議での討論・採決を経て、上記の2議案を含む早急に議決が必要な計5議案が可決・同意されました。今後は12月3日木曜日から質疑・一般質問が行われる予定です。